はい、こんばんは、山と申します。ほまき設定調査のチーズ2024。今回は、大桑さんですね、見ていこうと思います。大桑さんね、今回紹介していく中では、数少ない、いわゆる西側の企業ですね。一般的に、四日市の方とかね、この北中世地域中心にやってるんで、どうしても名古屋からの影響を受けてるやつか、もしくは、地場のスーパーも強いんでね、イオンだと思っても四日市ですし、イオン、サンスとか、まあ、いろいろね、一望館とか、地場のスーパーが強い傾向があるか、もしくは、愛知方面から来るやつが、多い中で行くと、実は数少ない、この、西側からやってきている、企業になるのが、この、大桑さんによってきまして、もともとは和歌山の、新空が、あれ、発祥でしたっけ。今は私は和歌山市の方に、本拠点があったはずなんですけど、まあ、どっちにせよ、紀州方面から来ているというところでございますね。そういったところで、他のところと結構ラインナップがね、やっぱ変わるなという、ところがありました。っていうのも、もともと恵方巻きって、いわゆる西側の文化なんですよね。っていうのがあって、やはりその、どちらかというと、昔から馴染みがある、文化としてやってるので、結構ラインナップとかもかなり充実した品揃えで、しっかりやってきたなというイメージがあったんですけど、さあ、今回はどうかというところをね、見ていこうと思います。まずは去年の、ね、データから見ていきましょう。さあ、ということでね、データ開いてみましたけど、こんな感じでした。南紀のね、クソごとマグロ尽くし、っていうのを、フラグチップにドーンと持ってきてまして、他のところとかでも海鮮系のね、やつとかを中心に、比較的この、本マグロもね、クソごとのマグロというのがね、あれになってたかなってことですね。あとは、例えば、淡路島産の玉ねぎを使っておったりだとかね、うん。比較的、いわゆる淡路島もね、もうすぐ向かい側ですから、和歌山県のね、とかっていうところで、そのあたりとかを、使ってきてるっていうのが、かなり特徴としてあったかなと、そういうところでございますね。うん。ラインナップは14品目あって、セットもとかも、まあ、程よく中盤見られていてといった感じだったなというところでございました。じゃあね、今回のところはね、どうだったかというのをちょっと見ていきましょう。今年のデータは、こうなりますよと。よいしょ。どんと。よいしょ。はい、今年のデータはこんな感じ。品目数は変わってないんですけど、ちょっとね、細かいところ、パッと見るとそこまで変わってなさそうなんですけど、変わってるところもあったので、そのあたりとかもちょっと見ていこうと思います。まずは、一番上に来てるのが同じくでしたね。南紀、串本、マグロ尽くし、中巻きハーフセットってことで、マグロ尽くしですね。という形で、本マグロと、本マグロ中と、本マグロ。はい。で、このね、口元、いわゆる、南紀方面、いわゆる、西紀って呼ばれる中でも、南紀って呼ばれる方面のところは、串本とか、それこそ新宮とか、田辺市やったっけ、なんかもありましたよね。うん。あの辺りとか全体に、南紀って呼ばれるような地方があるんですけど、そっちの方っていうのは、これまたね、マグロの外部取れるところで、実は有名なところでございましてですね。っていうのもあってですね、タリウムも結構取れるんですよね。っていうのがあって、マグロだとね、ヤイズとかね、こっちのことが有名ですけど、塩釜とかね、太平洋側は栄養漁業に向いてるというのがあって、一番先っぽの方ですかね。実は結構上がる、水上がりがあるということで、そこを使ってきましたっていうので、和歌山のね、治療用具をね、生かしてきてるっていうところはここでも出てましたということですね。で、さらに魚屋の海鮮も入ってきます。これも本マグロの中トロが入ってるんですよ。これもでも口元のやつみたいですよね。入ってますよという形でございました。で、魚屋の海鮮と思っているのは、これは本マグロってなってたら、いや、産地が、近いとかでね、これは本マグロにちょっと勝ちますよって、大々的に立ってます。他のところは、ね、違う可能性もあるんですけど、簡単に言えば、地元に水揚げされてやと、一括買い上げをした方のが、コスト安く済むんで、他のところをわざわざ仕入れてというよりはね、本マグロだったらね、他の、新種のもの、安い品種のやつを、の応答を使いますよって言うんだったら、じゃあ他のところは持っていってもいいんですけど、ってこと考えたら、うん。まあ、多分、合理的にそっちなのだってことだよね。で、海鮮の海鮮を含むともあります。で、大熊奈子さんのする海鮮巻きっていうのがあってるんですけど、ここだけが実は唯一変更点があって、これ、ね、小判のところが、前は、実はうなぎだったんですよ。うん。で、うなぎからこれが穴子に変わってます。これね、
簡単に説明すると、うなぎのな、多分、うなぎの原価が多分単純に上がったっていうことだと思います。価格がうなぎどんどんうなぎ登りなんで、まさにそれなんかじゃあれ、アナゴに書いたのかなっていうところがあります。なんでこれもともとじゃあうなぎだったのかというと、多分、うまきって、うなぎ巻きっていう方のが、何、合成感があるからかなとかって思うかもしれないし、それもあると思いますし、あとはね、なんかね、アナゴ巻きを食べる文化、どっちかというと東の文化なんですよね。で、西の方はどっちかというと、うなぎ巻きの方のが、比較的その、一般的に食べる。アナゴ巻きっていうのをそんなに、あんまり日常的に食べる文化、ちょっと薄いっていうところがあります。まあ、普通に売ってはいますんでね。昔と違ってね、それほどその、ね、どこでも売ってへんよみたいなわけではないんですけど、っていうのもあって、多分うなぎの方で言ってたんだと思います。西側のね、企業さんなんで。ですけど、今回は、まあ、アナゴにしましたよという形にして、ここぐらいから大きく変化が分かったの。このあたりも、ちょっと、ヒーローの名前はちょっと変わってます。ヒーローにさらない方法っていうか、幸福っていう名前をついたりとかね。他のところもそうですね。このあたりの方法が、移動同一回転方法も七福。で、生きアナゴの、ごちそう方法も、小福。で、ライフ、これから黒毛和牛の贅沢方法が、大福っていう風に聞こえた。で、細かいところ見てみると結構品目もちょっと感じるとかあって、例えばこれは、前は、境港の、ズワイガニをかけてましたよというところだったんですよ。それが、車前にサーモンという風に表現が変わりました。ですから、カニからエビサーモンとかに変えてきましたよとかですね。価格は一緒なのかな、そうです。ね、で、多分カニがちょっとやはり高いなということで、値上がりしてるんで、こっちの方で、サラダ巻きという形で、さして、しようという形になったんじゃないかなと思います。で、あとは、これも、カンパチ、に変わりましたね。前は、バチマグロ、しようってなっておったのが、カンパチに変わってっていう。ちなみに、バチマグロ自体は多分、鉄火が入ってるんで、これが、バチのはずです。うん。要は、カンパチを来た方のが、さっきも言いました、本マグロだったら、本マグロ使ってますって言うと、すごく大丈夫か、ところなんですけど、メバチマグロって、要は、比較的、一般的によく取れるやつなんですよ。っていうところでいくと、多分、それもあって、漁獲量が一番多いのは多分メバチで、だから単価が安いっていうのが結構あるところなんで、逆に言うと、別に、和歌山の人は、やはり、マグロ詳しい人も多いですから、うん。ね、なった時に、バチをね、出してくるぐらいで、それはカンパチっていう風に出した方が、ブランド感が出るじゃんっていうところもあると思います。うん、で、あとは、アナゴですね。焼きアナゴからニアナゴに変わりました。ちょっと東の文化を受けてるのかなってことですね。いや、なんか、西の方だと、あってもそうですね。焼き、ニアナゴは、の方が、比較的、東っぽいのかなって気がしますね。うん。目だと、とか入ってるっていう感じですね。で、どんこも入ってるっていう感じですね。あ、これで、ね、どんこですね。呼ぶ肉に関して有名ですけど、どんこっていうのは。まあ、種類ですね。で、あとは、黒毛和牛が、これなんだ、前回説明、解説した方から、青じ島産玉ねぎっていうのを売りにしてたんですけど、その青じ島産玉ねぎっていう表記がなくなって、山県産黒毛和牛に変わりました。うん。これ前やってた時に黒毛和牛ってだけになってると、もしかしたら国産じゃない可能性が、今はありますよっていう、黒毛和牛っていう品種を海外で育てて、小屋にある方が育成期間か、の間、海外ではコスト安いねっていうのはあったりするから、最近あるらしいですよっていう話をしたんですけど、で今回はもう山崎県産と明記したんで、これで、国産っていうのは確定ということでございますね。うん。大丈夫ですね、じゃあ、もともとこれ使ってたんですけど、うん。確かに、わざわざ、淡路島産玉ねぎっていうところを押さなくても、山形県産で、こっちを押した方のがいいんじゃねっていうことになって、になってんだと思います。実は、ちゃんと品目のところには、玉ねぎ淡路島産っていうふうに入ってるんで、ここは変わってないですよ。別に中国産に切り替えてるわけじゃないらしいですけど、まあ、それは、すぐ近くなんで、ご近所さんなんで、淡路島のね、山形とか、それは、一人前ですかね。っていうのがありますけど、そういう感じに変わってましたよっていうことですね。あと、サメクラブ最初のエソボケハーフセット。最初のエソボケハーフセット。この辺りは一緒かな。で、あとは節分越しのアリコバキハーフセットも一緒ですか。うん。
で、以下のところが、3品目が、大幕取りの製造っていうふうになっております。これではないんですけど、確か去年もね、メイクをしちゃったはずです。っていうのは、これ水産部、上田市水産部ですよってことですね。で、下の、3つが、いわゆる惣菜部のところになって、惣菜部のやつは、大幕取りでやってます。で、昔はなんて言うんだろう、これね、若い子にはちょっと、伝わりにくいところだと思うんですけど、一男性らの時はね、あんなね、工場に作ってるものなんてのはね、安っぽいものや。それは、戦闘するお店で、佐々木さんが、一生懸命作った方が、それが大事なんだっていうね、ところが、あったんですよ。今はね、どっちかというと、いや、そういう合理的なやつの方が結局、原価に当てられたりするから、いいんじゃねっていう、意見の人とかが結構増えてきてるっていうところがあったりするんですよ。実はね、っていうのがあって、あんまり惣菜工場で、工場で作ってますっていうのは昔はなかったですけど、今ね、こんな感じで、ちゃんと工場で品質管理とかしちゃうと、設定管理しちゃうところでしっかりと作れていただいてますよっていう、逆に言うと、ポジティブなね、方に捉えれるようになってきてるんで、こういうふうな方をしてるっていうのもあるのかなというところがあったりしますけど、ですので、これは結構コストダウンしてますね。輸出部材のエホマキは646円。さらに、アジサイエホマキ754円という形で、これの両方のハーフセットが、700円になってます。品目的には、これだと、伊達川が入ってたりだとか、ルキアランコが入ってたりだとか、いうところが、違うかな、カニカマツカが入ってますね、こっちの方は。っていうような感じで、なってますよ、といったところですね。そうだ、サラダ巻きはちょっと変わってた。サラダ巻き、いただく、エビに変わったっていうのを言ってやる。あとは、そんなところですね、ということはね、大きな品目の変化はなし。ですけど、細かいところで、いわゆる文字ファイをかけてるっていうんですけど、こういうの英語だとね、文字ファイですけど、なんだっけ、大型のアップデートというよりは、モディファイって感じですよね。既存のものを、ちょっと、ちゃっと、細かい、タクティクスの部分のところを、少しいろいろと、いじって、前回よりもいい作品にしますよという形ですね。これがね、リニューアルとかね、アップデートというと、もう基本的なね、ところから、ガラッと品目を入れ替えるようなところだったらそうですし、いうような感じですね。まあ、場合によっては、基本戦略もごろっと変えるっていうケースもあったりしますからね。というところでいくと、いわゆるモディファイに近い形なのかなというところでございました。価格帯もそんなに変化がなし。どこだったっけ、ちょっと、回線太巻きは一緒だな。うなぎから、穴子に帰って、氷がちょっと、値上がりしてるからっていうところですけど、あとなんだ、このあたりが七福とか、このあたりがちょっと、変わったかなっていうところですね。カンパチとかってちょっともう値段上がってますけどっていうところですね。多分そのまま普通に作る方だけど、多分原価上がったのかもしれませんねっていうところとか、いうところかなと。ここはちょっと値上がりしてますね。っていうのがありますよね。はい。で、いう感じでしたと。で、これを総合で見てみるとこうなりますと。どんどん。大久保さんは、こんな感じでした。一番端っこね。2139円。って感じですね。最後の価格は2139円。で、本末価格は754円で、これが最低価格イコールとなりますという形ですので、そこの価格としては、実は、本末は、かなり安く設定してあるんですけど、実はそこも754円のパレになってるよということで、これ何が言いたいかというと、恵方巻きをかつ売りたいっていうのがすごく見えますよね。やっぱり恵方巻きが中心としてあるよねっていうところがあって、それより安い価格帯のものは設定しないっていうところが、一つやはり恵方巻きを食べてほしいっていうのが、すごく、わかりやすい設定になってますよね。で、さらに、会社が好きな人向けには、なんですけど、もうしっかりと作ってあるんですけど、実はそんなにハイエンドな価格帯にはしていない。2139なんで、マルキューさんにもすごく収まってますし、牛トラとか、そうか、ちょっと安かったけど、いう形で、俳優のモデルそんなに作ってきていないっていうところは、
あれですね、イオンなんちゃんとかね、こういったところ3000円を超えてくるとか4000円とかっていうようなものはないっていうところで、これ何かの要因というかというと、牛トラと大コアって共通してることがあって、それぞれ漁港の地盤に持ってるんですよ。いわゆる漁師さんがいっぱい住んでるところにお店がいっぱいあるんですよ。この大コアさんと牛トラさんって地方のお店が、いうことね。この辺り、実は熊野灘の辺りっていうので、遠洋漁業とかいる、漁師さんとかがわーという地域があって、漁師町のところに結構いろいろ昔から店舗をポン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 持ってるんですよね。前に牛トラの賢島の方のね、牛トラに行った時にもう説明しましたけど、なので、魚が品質良くて安いんですよ。だって、いくらだって自分たちで取ってくる人たちだけお客さんにしてるんで、そこで魚を売ろうと思ったら、みんな舌こいてるし、目もこいてるし、っていう中でやっていく、ですから、ね、自分たちで取ってきたら、いや、いいやって なっちゃいますからね。ね、っていう風になってしまいますんで。ですので、実は、そういったところで、他社がいなくても、水産部門というのが、すごい、野生のプロですよね。野生のプロです。本当に野生のプロです。だって、自分たちで船乗って、魚釣ってきて、毎日帰ってくるんだもん。野生のプロですよね。の人たちをしっかりのお客さんとして持っている中で、ちゃんと認められるためには、そんな高い価格出してもダメだと。で、かつ、ちゃんと品質のあるものを出さないといけないっていうところで、やっているっていうのが、実はこの、大コア牛トラさんっていうの、このあたりが見えてるんじゃないかなっていうのは見えます。ですから、水産のものでは結構いい、本マグロの大トロとか入って出してますからね。それ2100円でもまとめてくるっていうのは、やはりそのあたり、もう、そういった意味で、常にね、競争にされているっていうところで、やはり、この、価格とクオリティの、このコストパフォーマンス、相当、力入れてるなっていうのが見えて取れますね、ということでございます。ですので、アイテム数は14、まあ、ミノネな感じかな、セットな感じという感じで、セット販売も4ありましたね、っていうところで、比較的そのセット販売で売りたいものと、バランスよく攻めてる感じでしたね。ですから、ハーフは意外とそんなに多くない。牛トラとなんか、傾向としては似てるのかもしれませんね。で、18センチ以上も9という形で、しっかりと相手の手法って、しっかりと進めてきてるっていうところがあるのかなと思います。ちなみに大きなちょっと水田地になります。実際の明治がなかったんで、これになりますけど、こういうことかな、というふうになっております。締め切りは1月29日というふうになったんで、こういったようにまとまってきたら、ちょっとほぼ同じ傾向なのかな、このあたりも。よいしょ。去年となんか品目としては似てますよね。ただ、そのハーフが4で5とかですから、そうですね。ちょっとハーフライテムちょっと増やしたのかなってぐらいで。ね、優作さついですね。1239円ですね。だから、ここ去年の作がちょっと上がった分、ちょっとボトムアップになってますけど、という形ですね。という形でございました。まあ、お子さん、やっぱり、その、認知症、そういったところの文化の中で、出てきてるなっていうのが、しっかりと、見えるし、そのあたりとかも、しっかりして、しっかりとね、来てるところが分かってきたので、楽しみだな、というところでございます。ちなみに、大久保さんって、最初に、まあ、よくあるって、よくあるんですけど、いわゆる、のりをご祈祷してもらったのりを使ってますよっていうふうなね、あと、売りにしてあるところって結構多いと思いますけど、大久保さんのね、のりはちょっと変わっておって、は、これも西側、の企業らしいっちゃらしいんですけど、このね、祈祷で使ってるやつっていうのが、日本巻きの、どこだったっけな。淡島神社でしたっけ？淡島神社っていう、淡路の淡っていう字に、島が、山が、山辺がついてる島ですね。山辺に鳥の島。で、淡崎、淡島だったと思うんですけどね、淡島神社っていうところで作ってます。これは、兜の方ですね。兜って言ってもあっちじゃないです。亀山の方の兜じゃなくて、和歌山にある兜ですね。今度一回やりたいなって言ってたところですね。兜駅とか、課題駅でしたっけ？課題駅と兜駅でしたっけ？漢字が全く知らないところがあって、あっちの、いわゆる岬の先っぽの方にある、神社さんです。一回ちょっと行ってみたいんですよ、ここは。行ってみたいところなんですけど。で、やってるんですけど、実は、もう、
愛知県流通の分、愛知県岐阜静岡の店舗のやつは、成田さんの、方でやってるやつです。名古屋別院のところですね、で、やってる。だから、なんだっけ、別院でありますよね。あっちの方ですね。でやってるやつですよっていう感じでございます。なので、実は、三重県だけは、これ、近畿なんですね。三重県は、こっちの、青島神社の農になってるんだな、というところで。一つ、やっぱ、もともと、多くあって三重県には来てたんで、南部の方とかを中心にね、もともと、実は多くあってずっと来とって、だんだん北上してきて、最近、こっちの、名前の方で流通を持つようになってきたっていうような流れがあったりするんで、そのあたりとかも、このあたりから見えてくるのかな、というところがありますね。というところで、これがましたね。ということでございました。西側に住んだったら、ぜひ、どうでも西側を置いてくれと思いながらね、多くは昔もあったんだよ。昔は本当に、置いてあったんですけどね。今はね、ちょっとね、なくなっちゃったんでね、東日本になっちゃってる。これ、西側を切に希望します。ね、これね、あしまいっちゃから何持ってくるんで、ちょっと道芸も西側のやつ持ってきてくれませんかね。なんてこと思いながらね。まあ別に他のところで買えるんでいいんですけど、っていう形ですね。そうすると、こうさんさらに使いやすくなるなぁ、なんてこと思うとかね、やっておりますと。形でございました。という形でね、今回はね、これぐらいで締めさせて、いただきたいと思います。次回はバーローかな、やっていこうと思います。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。